今から大切な話をします。2010年4月1日、俺が警察官になったその日、あなたは殺されます。それは一台のバッテリー切れの無線機から始まった。つながるはずのない無線機から聞こえたのは過去からの通信だった。過去は耐えられます。猛毒の VA2 ガステロンが使われ、死亡した無差別テロ。官房長官が次のテロのターゲット。これは大変な騒ぎになりますよ。犯人は12年後また同じ事件を起こしたことになります。日進塾テロ事件には必ず裏があるはず。それを探ってもらえますか。だからこの無線がまた繋がった。そうですよね。自殺したのは事件の3日後。吉川の自殺の真相を突き止めてください。すごい情報を聞き出しました。記憶が変わってる。あなたのことを不思議と信用できた。君は何も分かってない。ダメです、プログラムが書き換えられてます。遠隔操作です。確保しろ。何か大きな力が働いているようです。一体誰なの。こっちの時代で俺にできることをやるつもりです。ダメだ、大山さん、やめろ。大山さん、